ねえ、あなたは今何をしようとしているの祈りを捧げるのは自由だけれど、それでは誰も助けてはくれないわ。あなたを救うのは誰でもない。あなた自身よ。ええ、そうね。あなたとは初対面だし、あなたのことなんて何も知らない。でも、 私はシェリー卿の教祖だものあなたの気持ちなんて手に取るようにわかるの恋人に振られたのでしょ浮気でもされていたかそれともただの遊び相手だったかかわいそうに絶望して自ら命を絶とうとしていたのかしら それならば誰も助けてくれない誰も救ってくれないこの世の中で私があなたに手を差し伸べてあげる男に絶望したこの世の中であなたが少しでも私を信じようともう一度立ち上がってみようと思えるならばこの手を取りなさい また裏切られるのが怖いのねでも大丈夫私はシェリー卿の教祖迷える子羊を裏切ったりなんてしないわそれにね私は女の子しか愛せないのあら意外だったかしら 確かに世俗的にまだまだ同性愛が受け入れられてるとは言い難いわそれでも同性しか愛せない人だっているのよそれなのに誰も私のことを理解してくれない受け入れてくれない教祖というだけで祭り上げ誰も私のことを見てくれないほら同じでしょ あなたと同じ都合のいい存在に祭り上げられ本当の自分を見てもらえないあなたも本当は愛されたかったのでしょあなただけを見て欲しかったのでしょ快楽だけじゃない安心感が欲しかったのでしょあなたが望むままに与えてあげるわ私を信じて シェリー教徒になるというのならば男とは経験できない極上の愛を与えてあげるもしくはこのまま私の手を振り払い一人で生きていくというのならそれもまた自由ただし断言してあげるあなたはきっと同じように繰り返し騙され 傷つき続ける男から愛されない都合のいい相手としてもてあそばれ続けるいいのよ選ぶのはあなただもの無理強いはしないわでもそんな人生を変えてみたいと思わないこれまでがどうだったかなんてどうでもいいあなたが これからもそんな不幸な人生を歩んでいくのかそれとも私を信じてしんどくても前を向いて変わろうと思うのかあなたの意思で決めなさいその意思を尊重してあげるあら何かしらそんな小さな声では聞こえないわ 私にに聞こえるようにもっと大きな声で言ってもらえるかしらそうあなたは私を信じて私の手を取るのねあなたが私を信じる限り祈りを捧げ続ける限りあなたへの愛を望むがままに与えてあげるわ。 その代わり、あなたはもう私のもの私に服従することさもなくばあなたにシェリー卿の天罰が下るわ覚悟はいいのねわかったわそれではあなたに シェリー教の祝福をご視聴ありがとうございました。Thank you for watching! チャンネル登録お願いします。Please subscribe to my channel! それではまた。 次の動画でお会いいたしましょうバーイ